フットボールリーグ1982から1983シーズンはフットボールリーグの85回目のシーズンである。ディビジョン1はリバプールが2シーズン連続14度目の優勝を果たした。ディビジョン2はクイーンズパークレンジャーズ。ディビジョン3はポーツマス。ディビジョン4はウィンブルドンが優勝した。アストンビラバーミンガムブライトン ホーブカブンドトゥリーエバートン・イップスウィッチ、リバプールルートン・タウンマン・シティマン・ユトド・ノーリッチ、ノッティンガム・ノッツ・カウンティ・サウサンプトン・ストーク、サンダーランド・スウォンジー・タウン・ WBA、フットボールリーグ1982・83の、クラブ本拠地アーセナル・トッテナム・ワトフォード・ウエストハム、フットボールリーグ1982・83の、クラブ本拠地各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、 勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。バーンズリー・ケンブリッジ・カーライル・ユトとダービー・カウンティー、グリムズビー・リーズ・レスター・ミドルズ・ブラ・ニューカッスル・ローザーム、シェフィールド・ウェンズデー・シュルーズベリー・ウルバー・ハンプトン、フットボールリーグ1982・83の、クラブ本拠地チャールトン・チェルシー・クリスタル・パレス。 フルアム QPR フットボールリーグ1982、83のクラブ本拠地ブラックバーン、アールボルトンバーンリーオルダムフットボールリーグ1982、83のクラブ本拠地各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利がセーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。ボーンマスブラッドフォードブリストルアール・カーディフ、 チェスターフィールドドンカスターエキシュターギリングハム、ハダースフィールドリンカーンシティニューポートオックスフォード、ユーポーツマスプリーマスアーガイルプレストンリーディング、シェフィールドユーサウスンドユーオルソルウィガンレックスム、フットボールリーグ1982-83のクラブ本拠地、ブレントフォードミルウォールオリエントフットボールリーグ1982-83のクラブ本拠地オルダーショットブリストル市、 コールチェスター・ダーリントン・ハートルプル・ヘレフォード・ユトド・ハル、マンスフィールド・ノーザンプトン・ピーター・バラス・スコーン・ソープ、スウィンデントーッキー・ユナイテッド・ウィンブルド・ニューヨーク・シティ、フットボールリーグ1982・83の、クラブ本拠地、ブラックプール・ベリー・チェスター・クルー・アレクサンドラ・ハリファックス、ポート・ベール・ラチデール・ストック・ポート・トラン・ミール、フットボールリーグ1982・83の、クラブ本拠地・ウィカッピー、 ディア日本語版、フットボールリーグ3時5分版、ありがとうございます。